大量のキャットフードをブワー入れたらどんな反応をするのか。はいどうも皆さんこんにちは、飼い主とロイポンジェース。はい、今回なんですけども検証シリーズ第7弾というところでですねやっていきたいと思います。今回はですね、ロイポンが普段食べてるご飯なんですけども、基本的にね、まあ普通の量ね、入れてあげてるんですけども、それをね、ロイ、餌やで、ご飯やで、大量のキャットフードをブワー入れたら、どんな反応をするのか、検証していきたいと思います。予想は、タジタジする。そう、タジタジして、なになに？なにこの量？さっきか飼い主？ってなると思います。では早速やっていきましょう。レッツポンポン。はい、ご飯やで。はい、ご飯やで。ご飯の時間やで。ロイ、なんか違和感ない？ロイロイ、お前何も感じないのか、この量を見て何も感じないというのか、お前この量を見て、お前肝も座りすぎやろお前普段食ってる量何十倍やなんで堂々とそんな食べれんねん。検証結果、ズバンズバンズバン。はい、というわけで検証結果なんですけども、ロイポンはですね、大量の餌を目の前にしても一切動ずることなく黙々と端っこから食べていくという検証結果になりました。お前動じんかったな。なんやろな、お腹空いてんのは買ったのかな。まあそこに飯あればいいかなみたいな感じかな。ちょっと思ってた感じと違うかったんですけどもね、これはこれでね面白かったというところでよろしくします。はい、というわけで今回ここまでとなります。動画の方を見ていただけて面白いと思っていただけた方はチャンネル登録、そしてコメント高評価お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さらばさらば。チャンネル登録とコメントと高評価絶対忘れないよ。